ドラナイト ST スタジオ。いや怖いのでお昼に撮影しており。安全、ちょっと安全するね。ちょっと安全する、安全するね。ちょっと安心するね。久しぶりにね、動画に映ったヤバい怪奇現象、はい、こちらをまとめていこうと思います。出た。怖いんだよこれが。正直ね、これが一番怖いね。なんか一気に見るのがきつい。いやだってもうガチガチの声なんだ。あしかも俺らで気づいてないようなやつがさ、コメント欄のみんなによって拾われるわけじゃないですか。そうそうそう、そこなのよ怖いのは。今回、はい、あまりにもえげつない怪奇現象、僕たちが気づいてないヤバいやつが3つあります。そちらをピックアップして皆さんにお伝えしていこうと思います。3本の動画ってことですね。はい、まあ、3本の中でも1個の動画で2、3個入ってるやつ。マジ結構忙しい、怖いです。先に言っておきます、閲覧注意です。結構尋常じゃない怖いガチガチなんだ。気をつけてください。まず一つ目はですね、あまりの恐怖に生放送が中断した怪奇現象っていう。俺正直ね、多分ナンバーワン争うぐらい怖かった。マジ当事者はもうヤバい、めっちゃパニックってた。ヘッドホンからお前ゲーム以外の音聞こえてみ意味わかんない。6分35秒あたりでふーっていう女性の声が聞こえます。おお。見ていきましょう。俺らもうなんか見たことないぐらいテンパってたよね。うん、もうやばい、テンパりすぎてやばかった。あの時2人ともね、誰も口開いてね。普通にメンバーかと思うレベル。俺の声のトーン的にリボンが大嫌だなと思ったけど、2人とも全く口が開いてない。っていうかもう音の割れ方的にやっぱりマイクも間近で聞こえる。やばない。まだこの動画もう1個あります。もう1個は9分13秒。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次のホラーナイト。それでは次の。うわやっ、待って待って待って、うわうわうわ、え、喋ってるやん。妻子みたいな声。最近怖すぎて、うん、もう俺もちょっとコメント欄のそういう秒数に飛ばないようになった。おー前までは普通にちょっとクリックしておーとかやってたんよ、うん、おーとかなんないよもう。いや、もう最近のやつ怖すぎて。これやばいわ。なんでこんなん俺ら気づかなかったんだっていう話よね。そう、絶対おかしいよね。編集時代絶対気づくからね。だって俺らイヤホンでやってんだよ。あなんでこんなでかい音聞かないの。普通に聞こえたら編集広いからね。そう、うん、こんな声出せないよ絶対。じゃやってみ。妻子、妻子ほら、全然女の人の声だよ。どう考えてる。妻子ということで、こちらが一つ目のピックアップホラーナイト ST スタジオでした。うわ、二つ目のピックアップホラーナイト ST スタジオは、霊が多い2階で今まで見たことないレベルの怪奇現象が起きたと。白い液体が階段の上らへんにあって、霊感ある方のコメントとかによると、その水難事故とかで亡くなった方かなっていう。うん、でも取れないよ。なやっても取れないみたいな。あったあった。でその時はなんか洗濯物の下らへんにあったから、洗濯液とかが、洗濯物の下らへんにあったから。おお、え、ちょっと待って、聞いたことない次元。何これ。なんかさ、宙浮いてない。どう考えてもな、これこういう動きじゃないのと。明らかにね、人間の感じない動きが、もう遠ざかり方がやばい。たくさんある。これ左奥に顔が見える。これかな。こんなんあった。ええ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 、ちょっと待って。え、待って、マジで、マジで、え、揺れた。え、ちょ、揺れた。いや、そもそもこれでしょ。5分36ぐらいに変わりますみたいな。うわ、こんなんよくあるやつだって思ったの。うん、俺もそう思ってたよ。そう思ったんで、だから言わなかったの、あえて。俺もノリも触れなかったよ。そんなレベルで触れる俺らは掘らないとやってないから。荷物、荷物だろ。そう、荷物だろう。こちら、次の映像こちらです。こんなんあった。え、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 聞いてるよ。あ、意味がわからんて。同じアングルやん。完全に顔が映ってる。やばいな。え、消えた ?4 分20秒は息漏れっぽいで。ちょっと俺とノリはもう当たり前みたいになっちゃってきてるので。何これ。
これは誰かしらでもいけるかなっていう感じはするけど、まあ、顔のやつと、まあ、タスのやつは忘れちゃいけないことがあって、この動画だけ全く右のイヤホン聞こえないんです。あ、そうだね。これ一番結構気持ち悪くて、みんなのイヤホンでも右だけ聞こえない現象が多発してて、そうめちゃめちゃ気味が悪い動画になって。トボさんどうしたんですか。コラーの編集してる時だけ右耳が使えなくて、他の動画は聞こえんの右耳、うん、もう流れない。でもホラーの時だけ右耳、マジで何それ、なんかザーっていう音は聞こえんだけど喋ってる音とか聞こえない。気持ち悪い。え、ないっすね。マジで。ちょっと他のイヤホン、まあ、お前のイヤホンが壊れてるかもしれない。あ、いやこれ買って1ヶ月しないぜ。え、他のは聞こえんでしょって。そう、他の動画のは聞こえん。それが怖い。お前のイヤホン買ったばっかりやん。そうそうそう、他のが聞こえないっすね。怖い。聞こえ落ち。え、聞こえないんだけど。嘘、これ壊れてないよ全然。何これ、やばくない。普通にやばいよ、もうほぼ皆無だもんこっち。3つ目、これが最後なんですけれども、事故物件の玄関がありえないことに。あ、ドアが半分だけ開いた状態でもう静止してるっていう、もう完全にヤバすぎる現象が起きてその動画なんですけど、ありえないほどの数の怪奇現象が起きてて、すごいね。過去最多レベルなんですけど、3分42秒でドアの黒い部分があるんですよ、階段の手すりみたいなところが、うん、そこのとこだけ歪みみたいになって、今一瞬だけその、ま、黒い部分の真ん中がふわって白くなる。ドアが誰か帰ってきたレベルで閉まったから、もう何かなって見たら俺はその光が見えたっていう、何かなって見たら俺はその光が見えたっていう。本当だ。そう、一瞬真ん中がね白くなる、うん、そこまで怖くはないけど、まあ怪奇現象ではある、まあ、現象ではある、うん、43秒こちらに男性の声が入っているみたいです。デイキはなんちゅう顔してんだお前。デイキってどうすんねん。新しくね、こっちがメインになって、新しくね、こっちが今のか、裏、裏みたいな、裏というか低い、すっげー低い、めっちゃ低い。これなんかもう効果音とかと、なんか大化してるみたいなのがちょっと気持ち悪い、気持ち悪い。俺らだからこそ分かるんだけど、分かるんですけど、うん、俺らがバッて言ってる時のテロップでしかそういう音使ってないんですよ。そういう音って言っても毎回一緒だから、それはみんな分かってると思うんですけど、関係ないとこで、あーって言うてるね。今日は何ちゅう顔してんだお前。えぇ、きっと飛ぶすね。新しくね、この、うわー、6分28秒です。はい、それがもうめちゃくちゃ気味悪くて、めっちゃ気持ち悪いよね。はい、なんかやっぱ聞こえたな。それがもうめちゃくちゃ気味悪くて、めっちゃ気持ち悪い。うわ、うわ、あ、結構はっきり聞こえた。結構聞こえるな。あ、結構舐めてたけど、改めてやばいね、この家。早く引っ越したいけどね、契約とかあるからね、うん、年数の問題があるからね。ラストです。はい、この動画だけでもう4個から5個、これやっぱマジで多いな現象が起きてるんですけれども、これ一番やばいです。ターボと俺で本当にヤバいなってなりました、聞いた時に、うん、え、うん、パチって言って、え、マジか、マジでさ、え、分かんなかった俺、よく聞いて、うん、え、うん、パチって言って、え、マジか、マジマジで、うわ、え、カッツリ言うてるやん。何を助ければいい。じゃあ助けてって言うてるやん。これ助けてって言ってるんです。助けてあげられるのはもちろん助けたいですけど、何を助ければいいのか。言い過ぎてさ、変なこともできないんだよね、うん、実験みたいのはしたくないから、怖すぎるから。何、声聞こえてる、うん、以上、3個の動画から10個ほどピックアップしたホラーナイト ST スタジオでした。あれ、俺1個目が一番苦手。さし、あー、がっつりすぎ、助けて、やばすぎない、やばい。ということで、まあ、いつもね、本当に皆さんいろんな方が見てくれて、はい、楽しみにしてくれてるんだなっていう実感が本当に湧きます。本当それでひたすら頑張ってるっていう感じなので、はい、もうこれは本当ただの事実なんで、もちろんみんなが楽しみにしてくれてるから、なんとか気合で乗り切ってるって形でございます、はい、反応を見れば分かると思いますけども、怖いんです、うん、怖い、シンプルに怖い、怖いんです、怖いんです。そうなんですよね。これからも夏
本番これぞ。これもうどんどんホラーナイト ST スタジオという俺らの季節がやってくるんですよ。もう冬から俺らの季節もう本番が近い。本番来ちゃうよ。皆さんのためにね、これからもまだまだ頑張っていくので、本当にチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。次のホラーナイトでお会いしましょう。助けて。うわ、そんな締め方。それでは。